周康氏は中国語官末から三国時代の武将、呉に仕えた。字は幼大ら。幼州九皇軍下彩の人。子は周将、周将。昭金と共に孫作に仕え、左右となる。196年、孫作が海警軍に進出すると別武士場となった。孫作の弟の孫健は周康氏を機に、 入り自分の配下にもらい受けた。197年、孫作が6県の山越え性伐に赴き、孫権が太陽の戦場に住んでいる。以前、孫作は口頭を平定すると縁談に負った。縁術は孫作を深く恨み、影下に患者を使って、印儀を太陽の創卒である三捧日のソローラに与え、山越えを先導して、大いに手勢を合わせ、共に、 孫作勢力を行為させた。兵士が少なく油断しきっていたところを山越えの反乱軍に急に襲われて命の危険にさらされた。この時、周安氏は人に倍する勇気を持って味方をこぶし、全身に十二箇所の傷を負いながらも身を挺して孫権を守り切った。しばらく人事不正な状態に陥ったが、 孫作から感謝され、回復後に春国の県庁に任命された。199年、館城や江夏の攻撃に参加し、期間中に予償に立ち寄ったとき、木春県の長に任命された。認知における租税を淵として与えられる待遇を受けた。孫県の時代になると、江夏の高疎討伐で功績を上げたのをはじめ、赤壁の戦いで、周遊や帝広氏に従って、 曹操の攻撃を防ぎ、南軍の総人攻撃にも参加した。217年、十九地では攻めてきた曹操軍に対して、再度攻撃し、曹操軍を撃退させた。戦い後、勝利を収めたので、功績により、周安氏は平取子将軍に昇進し、賞金の後を継いで、十徳となった。孫健が周安氏を十数に駐屯させ、この頃、 女性や主善といった面々は、周康氏の指揮下に入っていたが、周康氏の下に置かれることを、女性や主善と共に不満に思ったことである。尊権は書書を集めて、樹数で縁を開き、その席上でいきなり、周康氏に服を脱がせ、尊権を守るために刻まれた傷の由来を一つ一つ語らせ、最後に、私が今あるのは、お前のおかげだと言い,い涙を流して感謝した。 このことがあって、女性道は、周康氏の指揮下に入ることを納得するようになった。さらに周康氏に大使を蓋を与えるなど、目に見える行為を施した。孫権が劉備と対立し、その将軍官を滅ぼして、慶州を手中にすると、さらに、職官へ戦争に備える。この時に、周康氏は、官中大使に任じられ、勇将軍に就任し、療養校に封じられた。 医療の戦い直後に、周康氏は動揺せず、樹脂を検守した。義軍は横へを渡らせ、同時に別動隊に椅え攻撃した。これを見た、周康氏が樹脂を固守して敵と戦い、義軍を打ち返した。後部元年に亡くなった。この修将が後を継いだが、230年に没し、その弟の修将が爵位を継承している。小説、三国支援儀では、 賞金と共に皇族をしていたとされる。弟に周平がいる。菅あたりとペアで行動することが多い。孫権の維持が拒兵したのを聞きつけ改心して、孫作の陣営に駆けつけ、その後の孫作の高等制服戦の各所で活躍した。戦場で重傷を負った時はかが、周安氏の傷を治療したことになっている。命がけの警護だった。 石壁の戦いの初戦では菅あたりと共に先陣を務め、半島と共に、元、円章の部下の長南を切り、小触れを打ち取っている。石壁の追撃戦においては、半島と共に、文兵を打ち負かした。南軍の戦いでは、総方は菅あたりとの一騎打ちで敗れた後、総人は出陣して、呉れ軍を迎撃し、周安氏との一騎打ちで敗れ倒れる。 劉備が孫夫人との婚礼のために、呉を訪れた時は、長賞の勧めで、孫権より追撃の任務を賞金と共に与えられ、場合によっては、夫婦ともどもを切り捨ててもよいという言命を受けている。呪スクチの戦いでは、半島と共に巨女を攻撃し、巨女と一気打ちをして引き分けて、巨女は辛くも、曹操を救い出した。第二回、樹スクチの戦いでは、孫権は、 周安氏に命じて、奇襲を仕掛けて帰ってきた関寧100人を迎える。曹操は拠著に命じて、孫権の大軍を分割させ、曹操軍の長領、徐攻、宝徳、利天に攻撃されて窮地に追い込まれた孫権をまたもや、傷だらけになりながらも救出している。さらに、この時は、乱戦の中にいる女性も救出に成功している。関の報復として劉備が攻め寄せた。 医療の戦いでは菅あたりと共に出陣し、劉備本体と対峙する。菅あたり期家の夏誠が、長方に敗北しそうになると、周康氏の弟の周平が救援に出たが、赤橋に打ち取られる。後に、リクソンが指揮を取るようになると、古参の将の一人として菅あたりと共に不快感を示し、リクソンに叱責されている。リクソンの計略で、語が対象すると、 敗走する職軍を諸将と共に追撃し、周安氏は武良番の章で先に関連を戦死させていた砂魔化を一騎打ちで打ち取っている。親しくじで呼びかけ、宴会の後では軍楽隊の演奏で周安氏を見送ったともある。主観が周安氏の後を受けてジュスの徳となっており、223連の僧人との戦いでの功績で主観が イサムイ将軍に任命されている。ありがとうございます。